災地の皆様、もう毎日が大変ご苦労だとお察し申し上げます。思いもかけないことが起こって本当に大変な目にお遭いになりましたね。私はね、こういう時は必ずね、すぐそこへ駆けつけて皆さんお会いしてですね、そしてお話を伺ったり、私ね、こう見えてもね、あんまがうまいんですよ。でね、マッサージがね上手ですからね、そう言ってね、マッサージさせていただいたりね、そういうことをしてたんです。ところが今度はですね、私が半年くらい前から背骨のね、下から3番目の骨がね、圧迫骨折っていうのだそうで、何かね、痛くて歩けなくなったんです。それでお医者さんに言わせますとね、普通は3ヶ月で治るけど、あなたは年だからね、半年かかるよって言われたんですね。で、私の年というのはね、88なんですよ。それで数えだとね、このお正月でね、卒寿というんだそうで、90なんですって。だからね、皆さんの中にもね、たくさんね、お年寄りがいらっしゃいますけどね、私ほどのね、お年寄りはね、いらっしゃらないと思うんですよ。でもね、年を取りますとね、自分じゃ気がつかないでですね、本当に体があちこち弱ってまいります。ですから、そういうね、体の弱ったね、お年寄りがですね、今度のような目に遭うとですね、どんなにおつらいかとね、本当にね、お察し申し上げます。でもたくさんの方がね、亡くなられましたね。で、皆様のご縁の深い方がですね、亡くなられて、それでもあなたたちはね、皆様は生き残っていらっしゃるということはですね、これはまだ寿命が尽きない、寿命というのは定まる命と書きますが、このね、もう人間のその命はそういうふうにね、秘められてるんですね。ですから、あなたたちは、もうどうしてもね、生きなければならない方たちで、残されたんですね。ですから、そのことをですね、悲しんでですね、もう死んだ方がマシだ、もうみんな死んじゃったから死んだ方がマシだっていうふうにね、どうぞ思わないでですね、もう残された命はね、もうみんな亡くなった人の分をね、引き受けてですね、やっぱり生きていかなければならないというふうにね、そういうふうにね、どうぞ考えてくださいね。もう今はね、何を思い出してもね、もう亡くしたものからね、どんなひどい目に遭ったことからね、そういうことを考えますとね、神も仏もないものかと思ってらっしゃると思います。そしてもう絶望してね、もう本当に死んだ方がましだというふうにね、思ってらっしゃるかもしれません。でもどうかね、どうか絶望しないでください。どん底にね、落ちますとですね、どん底の下はないんですよ。それが今がね、もうどん底ですね。そしてもう生きた地獄ですね。でもどん底に物が落ちますとね、弾みで浮かぶじゃありませんか、上がるじゃありませんか。ですからね、これからはね、もうだんだんとね、運命もね、何もかもね、上がっていくんです。だから上がっていくとね、信じてください。それにね、仏教ではね、無常という言葉があります。ない常と書くんですね。で、無常って言うとね、もうすぐね、死ぬこととかね、お葬式とかね、そういうことを思い出しますけどね、私はね、そうではないと思うんですね。無常というのはね、常ならずということなんですね。だからこれは同じ状態がね、続かないということなんですよ。ですからね、今の状態が決していつまでも続かない。必ずですね、必ず上向きになってね、またいい状態に帰ることがあるんです。そう信じてください。で、私の例をね、挙げるのおこがましいですけどね、私がね、半年で何にも仕事をしないでね、寝てたなんてことは、90年の生涯にね、かつてないことなんです。ですけども、じーっとね、仕方がないからね、我慢してね、寝てましたらですね、ふっと気がつくとですね、もういつの間にか
ものができるようになった。もうトイレも行かれなかったんですよ。顔も洗えなかったんですよ。とってもね、そういうのがつらかったんですけど、ね、ふっと気がつくとですね、もう顔も自分で洗ってる、トイレも自分で行ってる、ね、そしてもう原発が来たもんですからね、またもうびっくりしましてですね、思わずね、ベッドの上でね、パッと起き上がったんですよ。それが機会でですね、少しね、歩けるようになった。で、気がついたらですね、あんなに何にもできなかったのね。半年前は何にもできなかった。でも今はですね、ひっぴり腰だけれどもね、どうにかね、歩けるようになったんです。ですからね、もうあとね、1ヶ月もしたらですね、天台寺にも行けると思うんですね。で、東北は私が天台とご縁ができてからですね、もう私の第二の故郷なんです。で、お墓もね、もう天台寺に作ってあるんですよ。ですからね、私は東北の土にもうね、溶けていく人間なんです。そう思いますとですね、もう皆様のご苦労がですね、決して一言とは思えないんです。で、もう自分のことだと思ってですね、本当にね、毎日辛いんです。で、あったかいご飯なんかね、いただくたんびにですね、もう皆さんがですね、わずかなね、握り飯を分けてるね、そんなテレビを見ましたらですね、本当にもったいなくてね、申し訳ないって気がいたします。もうなんとかしてね、早く元気になって、そして皆さんのところへね、行ってですね、お話を聞きたいし、そう、撫でてあげたいし、さすってあげたい、もうそういう思いでいっぱいです。待っててくださいね。そしてもう全国のね、人たちが皆さんのことを心配してですね、それで寂聴さんに義援金を渡したら必ずね、ちゃんと届けてくれる。早くね、義援金をね、集めてくれとかね、そのチャリティーバザーをしてくれとか言ってきてくださるんです。それで私はね、今年の4月8日、ね、もう花が、桜の花が真っ盛りなんですね。その時にですね、例年しといつもしておりますからね、花祭りをいたしまして、その日にね、本土お堂でですね、その皆さんから送っていただいて、全国から送っていただいたね、その品物を並べてね、でバザーを開きまった。で、そういうお金やなんかをね、みんな集めましてですね、それで持って行きたいけど行かれないから、二戸の市長様がね、たまたまね、お越しくださいましたので、お預けしました。ですからどうぞね、それをお使いください。そしてこれからね、明日はね、またお天気になる。明日はまたね、暖かくなる。もう春が来ると思ってですね、もう絶望しないで、決して絶望しないでくださいね。そして希望を持ってですね、過ごしてください。よくね、頑張ってくださいって言いますけど、私はね、頑張ってくださいとは言えません。皆さんはね、もう頑張ってるんですもんね。頑張って頑張ってね、それで辛抱してね、今いらっしゃるんです。だからね、もうね、頑張らないでいいですからね、もうとにかくね、心を安らかにしてください。そしてね、なんとかしてね、よく眠ってください。眠りにくい状態だと思いますけどね、眠ることが一番いいことですよ。それからね、なんとかしてですね、一日に一回はですね、笑ってください。笑うことがね、血の巡りも良くするし、心も緩やかにします。だから、お子供さんのね、遊んでる姿見てもね、また笑えてくるじゃありませんか。赤ちゃんがね、こうあくびしたってね、笑えてくるじゃありませんか。なんとかしてね、笑いを見つけて、そして心から一日に一回でいいですから笑ってですね、そして明日は必ずもう少しいいことがあると信じて、生きていってください。心をね、ゆったりとしてね、何か楽しみを見つけてください。東北にもね、春が来ます。もう花が咲きます。そして鳥も来ます。そういうことにね、どうぞ目を向けてくださいね。で、私はね、5月はね、まだ行かれない感じですね。もうなんかね、こっから上は元気なんですよね。そしてね、声が元気でしょ。もう90と思えないでしょ。だからね、もう皆さんね、間違ってですね、私はもうすっかり元気になったと思ってるんですけどね、まだね、たくさん歩けない
とヨタヨタなんですよね。だから東北は遠いですからね、まだ5月は行かれない。でも6月になったらね、もう何としても行きたいと思っておりますから、その時は必ずね、そちらをお尋ねしますからね、待っててください。元気でいらしてくださいね。そばにいたらもう手を握ってですね、もう肩をさすってですね、皆さんとお話ししたいのですね、とても残念ですけれども、この声だけと映像だけをね送らせていただきます。お元気でいてくださいね。もう絶望しないでくださいね。必ず必ず、ま、もう少しいい時が来ることを信じて、どうぞお元気で暮らしてください。よくお休みください。どうもありがとう。